が少しズレが生じてしまったかな、悔しいワイルドピッチ2球になってしまいましたね。はい、そしてファイターズなかなかこう連勝とはいかないです。これゴールデンウィークのここまでの試合の結果なんですけども、こう見ると黒白黒と、これ面白いくらいなんか勝ち負けをこう繰り返している感じになっておりまして、ゴールデンウィークは4勝5敗と、でこれ貯金もなくなりまして15勝15敗となっています。で現在順位はですね、西武楽天と並びまして2位となっています。でそのファイターズなんですけども、あさってからは札幌ドームに戻ってきまして、オリックスの2連戦となります。ここでなんとか連勝を期待しましょう。では続いては陸上競技の速報をお伝えいたします。大阪で行われています木南道隆記念陸上大会で、旭川出身の北口榛花がやり投げで64m36cm のこれ日本新記録です。これを出して優勝しました。でこの記録なんですが、今年ドーハで行われる世界陸上、さらには来年の東京オリンピック参加標準記録というものを突破しているんです。はい、すごいですよね。 UHB でもね追っていた選手ですね。結構知ってましたよね。新記録、そうなんです、記録してきまして、はい、まあ、でもこれ東京オリンピックの出場を期待できそうじゃないですか。そうなんです。オリンピックに素晴らしいスタートとなったわけですから、ね、うん、これからやっぱり道内選手どんどん盛り上げていければなと思います。はい、では続いては明治安田生命 J1 リーグです。北海道コンサドーレ札幌は土曜日札幌ドームでヴィッセル神戸と対戦しました。令和の初ゴールは興奮のスーパーゴールでした。3万人を超えるサポーターが光で会場を赤く染め上げた札幌ドーム。ここまでリーグ得点王のアンデルソン・ロペスを怪我で欠く北海